今日は9月の27日の水曜日です。芙蓉の花を描きます。芙蓉の真ん中のおしべとめしべの部分から描き始めます。花びらが1枚、2枚、3枚、4枚、5枚とありますので、まず中心線を引きました。花びらのところを今描いています。こちらの花びらを描きました。芙蓉の花のところができましたので、こちらに葉っぱが見えますので、今これを描いています。葉っぱが2枚、3枚と見えています。芙蓉のデッサンができましたので、彩色に入ります。綺麗なピンク色をしていますので、これを今塗り始めます。真ん中の方のお花がちょっと薄いので、これでぼかしてみましょう。真ん中のおしべ、めしべが黄色い感じに見えますので、ここを黄色の色を塗りましょう。芙蓉のお花の彩色ができましたので、次に葉っぱのところを塗ってみます。葉っぱがもう少し濃いグリーンですので、これでグリーンの色を塗りましょう。これで芙蓉の絵が仕上がりました。